はい、どうもピクスイオスです。今回はですね、2023年3月発売のトミカの方を紹介していきたいと思います。今月はですね、トミカ通常品の他にロングトミカとギフトセット、そしてね、ゴミモール限定でランボルギーニディアブロ SV が付属するライトアップシアターが販売されました。ギフトセットの緊急追跡、覆面パトロールカーセットの方に関しては後日紹介していきたいと思います。ではね、まずは通常品の方を見ていきましょう。まずこちらですね、38-10、トヨタランドクルーザーですね。アウディの R8 が廃盤となりました。こちらはですね、初回特別仕様ですね。箱の裏にね、トヨタオフィシャルライセンスプロダクトと入ってますね。開けていきましょう。実車は2021年6月にフルモデルチェンジした300系ランドクルーザーですね。初回特別仕様のボディカラーはブラックとなっておりますね。トミカでは200系ランクルも販売されたんで300系ないかなと思ったら意外なことに登場しましたね。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにクリアパーツで再現されておりまして、グリルはこんな感じですね。結構グリルとかの再現は細かいですね。でフロントにトヨタのエンブレムが入っておりますね。フォグランプは塗装とかはないですけども、モールドでありますかね。サイドはこのようになってますね。アクションはサスペンションのみとなっておりますね。ちょっとね、このホイールがね、4穴っていうのがちょっとあんまりかっこよくないかなっていうか、このホイールの造形ですよね。このなんていう名前のホイールか知れませんけどもね、このこういうタイプのものがなんかちょっと似合わないんですよね。まあ、この窓の枠のね、こういった塗装はされてますね。で、車内こんな感じですね。で、リアはこんな感じですね。テールランプは塗装で再現されておりまして、トヨタのエンブレム、それからランドクルーザーのエンブレムが単方一冊で再現されておりますね。実車があんまり見たことないわけではないんですけどもね。まじまじと見たわけじゃないんでね、こんなんだっけっていう、ちょっとまだ見慣れない感じはしますね。助手席側ですね。こちらもね、運転席側同様となっておりますね。実車が200系ランドクルーザー、警護車とか、現場指揮官車とかね、そういう警察やね、消防の機動連絡車とかね、そういった割と多用途に使われたんでね、300系ランドクルーザーもそういう用途で使われるのかなっていう感じですね。すでに、首都高速道路公団じゃないわ。首都高速道路株式会社ですね。こちらでは道路パトカーとして採用されてるみたいですね。ぜひ見てみたいですね。あ、ちゃんとドリンクホルダーみたいなのも再現されてますね。車内の。見にくいですけどね。細かいですね。で、ルーフこんな感じですね。それこそ赤色灯置いたらね、遊撃警護車みたいな感じになりそうですよね。で、シャーシはこのようになってますね。ロット番号 A-23 となってますね。トヨタランドクルーザーメイドインベトナム。ちゃんとシャーシのこういうシャフトなんかもね、再現されてますね。ランクルだとやっぱスペアタイヤついてるんですかね。ここにモールドで再現されてますね。まあ、トミカではね、さすがに再現というか、そもそも物が違う感じになってくるんですけども、実車のランドクルーザーは GR モデルも存在しまして、なんかとんでもなく強そうな感じになってます。トミカのこちらはですね、グレードエントリーモデルの GX あたりを再現してるんじゃないかなと思います。続いて通常版の方ですね。箱はね、基本的に同じような感じだと思います。開けていきましょう。初回限定はブラックですが、通常版のこちらはおそらくホワイトパールクリスタルシャインというボディカラーじゃないかと思います。クリスタルシャイン？あ、でも、こうちょっとメタリック感があるんで、多分それでしょうね。初回版同様に、ライトパーツはクリアファーストとなっておりまして、グリルがこのように再現されてるんですけどもね。初回はね、ブラックだったってこともあってね、このなんて言っていいかわかんないね、ライン。ここがですね、黒く塗装されてるのがね、よくわかるかと思います。ちゃんとね、初回の方も黒くなってるんですけどね、ボディカラーがブラックだとどうしても分かりにくいですね。
あとはこの辺に墨入れしたらね、すごい良くなりそうな感じがしますね。で、サイドはこんな感じですね。こちらもサスペンションのみですね。やっぱ200系ランクルがね、ドア開閉アクション、これが開いたんでね、それがなくなったっていうのはちょっと残念ですね。造形は悪くないんですけどもね。で、こちらはですね、窓枠の塗装されてるのか、されてますね。で、こう B ピラーなどの塗装もされてますね。リアこんな感じですね。初回同様に低ランプの塗装やランドクルーザーのエンブレム表記などが単幅印刷で再現されておりますね。で、助手席側ですね。まあ、実写もこれぐらい給油口大きいんだろうなと思うんですけど、なんかすごくでかく見えますね。こういうドアの下のね、ラインとかもね、再現されてるのは結構いいんですけどもね。ドアが開かないっていうのが残念なんですよね。で、ルーフこんな感じですね。シャーシこんな感じですね。あれ、これロット番号 L-22 ですね。L ってことは2022年の12月ってことですよね。ちょうどその切り替えぐらいのタイミングで作ったんですかね。まあ実車がこうまだね、現場疾患車では採用されてないんですけども、今までの流れから来ればね、ランドクルーザーを使うことになると思うんでね、きっと300系ランドクルーザーも採用されることになると思うんですけども、採用されたら楽しみですね。これベースに改造する人も出るでしょうね。続いてこちらですね。99-10、スバル、フォレスター、消防指揮車ですね。ピザーラデリバリーバイク、ホンダジャイロですね。これが廃盤となりました。廃盤にするほどなのかなっていうのは正直ありますけどもね。で、今回通常品は両方とも四駆車、黒缶。スバルフォレスターに関しては SUV って感じですよね。見ていきましょう。ここにスバルの承認を得てますと表記がありまして。箱こんな感じですね。開けていきましょう。こちらのトミカは115-6で販売されたスバル5代目フォレスターがベースのトミカでして、実際に消防車両としては日本消防協会から消防団指揮車などとして寄贈されてますね。ただですね、赤色灯がですね、日本消防協会が寄贈したものに関してはちょんまげみたいなね、上に LED 式の警告灯で下がスピーカーになっている名古屋電機とかウイレンとかでよく見られるタイプのものですね。こういう形状のものでトミカのようなこういうバーランプのものはですね、藤沢市消防局に配備されている車両が近いんじゃないかなと思います。車体表記も消防局なんでね、どっちかっていうと藤沢の車両を再現したのかなという感じですね。まあ日本消防協会ではね、5代目に限らずね、4代目3代目のフォレスターも寄贈されてますね。では見ていきましょう。ヘッドライトはこのように塗装で再現されておりまして、グリル中央にはスバルエンブレムの代わりに消防署が単幅印刷で入っておりますね。こういう彩色とかも結構されてますね。で、サイドですね。ドア部分に消防局と単幅印刷で入っておりまして、アクションはサスペンションのみですね。で、タイヤがですね、このように黒いホイールのものとなっておりますね。で、リアこんな感じですね。リアはね、スバルのエンブレムが単幅印刷で入っておりまして、テールランプが赤く塗装されておりますね。ちょっとバックドアの塗装が微妙ですね。で、窓部分は黒の塗装ですね。で、助手席側はこのような感じですね。こちらもね、消防局の表記が単幅印刷で入っておりますね。で、ルーフ上には丸型のバーランプ、これがついてますね。相変わらずこれですけどもね、いい加減宝富は赤色と新しいの作るよって話なんですけどもね、作る気ないみたいですね。あとあれですね、ルーフレールがちょっと邪魔になっちゃう感じはしますね、このトミカの場合は。しょうがないんですけどもね。で、シャーシはこちらも L-22 となっておりますね。まあ、謎のタイミングでこの消防指令車っていう感じですけどもね、ハスラーもそうなんですけどもね、品番つなぎのね、トミカっていうのは消防仕様にするっていう感じなんですかね。よくわかんないですけども、ちょっと手抜き感はありますね。続いて、ロングトミカですね。135-4、NX、日本ツーウン、ウィングトレーラーですね。トレーラーじゃなくてトレーラーっていう表記なんですね。ミシュランのトレーラーが廃盤となりました。意外と早かったですね。まあ、日本ツームのトミカに今までもね、何回か出てるんですけど、今回はですね、2022年1月にコーポレートカラーを変えた時の仕様というか、新しいカラーになったやつですね。箱こんな感じですね。箱の裏にね、2022年1月にリニューアルした日本ツームグループの新デザインですという表記が入ってますね。ではまあ開けていきましょうか。
こちらのトミカですけどもね、2009年12月から2015年3月の間、139-1として販売された、イスズギガウィングトレーラーをベースにしたトミカですね。廃盤になってからね、このウィングトレーラーに関してはね、出てなかったと思うんですけどもね、まあ、今回日本通運仕様ということね、リニューアルして登場しましたね。今回のトミカのね、トラクターヘッド、これはですね、イスズ初代ギガ、まあ、その139-1と一緒なんですけども、実際にはですね、日野2代目プロフィアをベースにしたね、トレーラーが多いみたいですね。では見ていきましょう。まあ、このようにね、イスズの表記は特にないのかな？なさそうですね。あくまでトレーラーですよっていう感じなんですね。まあ、シャーシーにも確かにイスズギガの表記はないですね。あくまでトレーラーヘッドですみたいな感じですかね。まあ、キャビンは白色のもので、この日本通の新しいカラーリングをまとってますね。青と黄緑と青という感じですか。で、こういうグリルのね、彩色などもされてますね。キャビンはこんな感じですね。ちゃんと安全窓も再現されておりますね。139-1を実は持ってないんでね、このウィングトレーラー自体もね、初めてですね。フロントこんな感じで、サイドはこのようになってますね。NX、日本エクスプレスというね、日本通の、この新しいコーポレートカラーが車体に入ってますね。で、ウィング部分はこんな感じ。あ、結構中も再現されてますね。結構細かいですね。ちゃんと仕切りなんかも再現されてますね。で、煽り部分などもモールドで再現されておりまして、三軸車でサイドバンパーなども再現されてますね。で、リアこんな感じですね。こちらにもですね、日本通運のコーポレートカラーが入っておりますね。残念ながらテールランプなどは塗装されておりませんが、リアバンパーがですね、シャーシ一体型で再現されておりますね。で、助手席側ですね。こちらもね、このように開けることができますね。まあ、こんな風にもできますね。なかなかかっこいいですね。トレーラー部のシャーシはこんな感じで A-23 という表記が入っておりますね。まあ、これはなかなかね、いいトミカじゃないかと思います。一応ライトアップシアターの方なんですけどね、本体はまた後日紹介するとしてトミカだけ見ていきたいと思います。箱がね、このモノクロっていうのもどうかと思うんですけどもね、トミカはおそらくこの白い箱でしょうね。ほんと箱もなんかせめて書いてくれればいいのにね。こんな感じですね。トミカプレミアム通常品では何番だったか覚えてないんですけどもね、ヘッドライトが稼働する、そしてシザードアもね、開閉可能というね、まあ、割とよく再現されたトミカプレミアムですよね。では見ていきましょう。ヘッドライトは先ほど言った通りこのようにまたそのなんかはめ込みがめんどくさいやつか、こうできた。このようにね、ヘッドライトが稼働しまして、ウインカーなどが塗装されておりますね。で、ボンネットというか、これボンネットと言っていいんですかね。まあ、エンジンフードではないですからね。ここの部分にね、ランボルギーニのエンブレムが入っておりまして、こういったところの彩色もされてますね。で、サイドはこのようになっておりますね。サスペンションのアクションはないんですけどもね、このシザードアの開閉アクションがついておりますね。こんな感じですね。で、給油口と思われるんですけどね、ここのね、シルバーで塗装されておりますね。で、あとホイールがね、こんな感じとなってますね。かっこいいですね。リアこんな感じですね。ウィングはこういう形状で、テールランプやウィンカーなどが塗装されておりますね。マフラーとかもね、ごついですね。で、運転席側ですね。こちらもね、シザードアが開閉可能ですね。音が良くないな。バキって言いましたかね、今。まあ、こんな感じですね。こちらのシャーシはね、L-22と入っておりますね。まあ、通常品とは違うカラーリングでね、物を買わせようという魂胆なんでしょうけどもね。
どうかと思います。はい、というわけで今回はですね、こちらの5題紹介させていただきました。まあ、今回も通常品はね、サスペンションのみということでね、ちょっとふと思ってね、調べてみたんですよね。通常品、ロングトミカプレミアム、プレミアムアンリミテッドなどの派生モデルを除いた通常品、ナンバー1からナンバー120の間。これで最近販売されたモデルで、最後にサスペンション以外のアクション、これがあるトミカを調べてみたんですけども、2022年8月に販売されたダイハツハイゼットが最後なんですよね。これがバックドアの開閉アクションがあって、それ以降はずっとサスペンションのみとなってますね。もちろんロングトミカとかではね、アームロールが動いてみたりするそんなアクションもあるんですけども、通常品に関してはね、半年間ねサスペンションのみ、もしくはサスペンションすらないっていうトミカが続いてる状態なんですよね。一応来月ですね、4月アート引っ越しセンターのトラックが荷台の扉、後部扉が開閉可能なんですけど、でもこれ既存金型なんですよね。新金型ではまだ出てないんですよね。そしてね、5月には一応アクション付きのトミカが出るんですけど、あれ乗り物として扱っていいのかっていうのが正直ありますね。まあその辺はね、出てからまた詳しく解説していこうかと思います。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。